はい、では解説します。1番、ここを先にやったら間違いますね。掛け算が先です。答え20、2番、ひっくり返して掛け算、約分、通分、答えですね。分数の形にします。 12a2 乗 b、割るは下、分母に行きます。掛けるが分子で、約分をしますね。答え、マイナス 6a2 乗 b2 乗、これは2通り、式書いてあります。1つは、割るルートに、割るルートに、割るルートに、ルート4たすルート9で、2たす3で5と思っていってもいいですし、ルート8が2ルート2、ルート18が3ルート2で、ここ計算して5ルート2割るルート2で5、どちらでもいいですね。次へ行きます。はい、5番ですね。まずは展開します。展開、移行します。因数分解します。答え、マイナス3,4です。次、正しいものをすべて選べと。合同な三角形の対応する角はすべて等しい、正しいですね。y イコール80マイナス x、 こういう形になりますが、これ1次関数ですけども、比例ではありません。10より大きく、20より小さい、素数を考えるときに、偶数はもう、2以外は全部素数ではないので奇数だけ考えるんですが、15は素数ではないので4個あります。正しいですね。平行線に対する同位角等しくないときもある。そんなことはないですね。したがってあとうが正解となります。2番いきます。はい、A と B 合わせて400個、これですね。もう一つの式が、2つ書いておきましたが、上がおすすめじゃない方、下がおすすめです。A は 10% 少なく 90% になったという意味ですね。だから B は、20% 多く 120% になったと。で、合わせて32個多く、400+30 で432。この2つで連立してもできますが、こちら A は 10% 少なく、 A は 10% 減ったということですね。そして B が 20% 増えた、その結果32、差し引きして32増えたという、この式とこの式で計算するとかなり計算が楽になります。そして、連立方程式解いてもらうと160,240と、A が160個、B は240個、こんな答えになります。次、関数ですね。2点、マイナス1,4、3,1を通る線分 AB、線分ですから、ここからここまでですね。Y イコール 2X プラス A が交わると。そうすると、傾きはもう2って決まっているので、こんな傾きですね。で、あと、切片がわからないので、この辺、この辺。ここを通る場合とここを通る場合、どちらも代入で計算をすると、青の場合が A イコール6、黄色の場合がマイナス5で、範囲はということなのでマイナス5以上6以下という答えになります。はい、それでは、2の括弧3ですね。この問題解くにあたって、まずは正六角形の整数、6等分すると全て正三角形になる。からその一つ一つの正三角形の整数として、半分に切ると1対2対ルート3、3辺の長さの比が、分かると。が覚えておくこと。そして問題です。そうすると C の座標が0,6ということで、ここ6ですね。そうすると、正三角形が6個に分かれてますので、この長さは3ということが分かります。
一辺が3の正三角形ですね。の半分ですから、ここは2分の3。6から2分の3下がったここは2分の9。ということは、この直線の式は y イコール2分の9。こんな式になります。次。ここの正三角形も今度半分に切ります。で、これ拡大します。これです。1対2対ルート3で、一辺の長さが3でしたから、2分の3でこれのルート3倍で2分の3ルート3。そうするとここの座標というのは x 座標が2分の3ルート3、y 座標は2分の3。でこれを放物線上にある点なので代入します。そうすると2分の3イコール4分の 27a、a イコール9分の2と出てきます。はい、2の4です。n は2桁の自然数で、20分の n を約分すると5分の何とか。ということで、n はこれ4で約分されてますから、4の倍数で、5は約分されたら困りますから、5の倍数ではないと。そうすると、n として考えられるのが4の倍数。資産2桁ですからね。3、12、4、4、16、ドーッといって2桁ですから。4×24 の96まで。ただしこの中で5の倍数、4の5倍、10、15倍、20倍、この4つは除きますので、3から24、22個の中から4つ除いて18個と、こんな答えになります。5番です。箱と中身が違うということで、ここに2を入れた場合ということで書きました。そうすると、3通りあります。で、2の場合3通り。同じく3の場合、4の場合も同様なので、3×3。まあ、不安な人は全部書いても高橋入れてますが、9通りです。はい、3の括弧1。行きは時速2キロで行き、帰りは時速3キロで行ったら、帰りは行きよりも1時間短かったと。ということで、まずは AB 間の距離を出したいと思います。道のり割る速さは時間ですね。行きの速さは帰りの速さより1時間、こちらの方が多いですね。1。で、両辺6倍して、AB 間の距離は6キロと分かります。そうすると、行きは6割2で3時間かかっていき、帰りは6割3で2時間。1時間短いですね。そしてグラフです。3時間後に6キロ先に行き、2時間かけて戻ったというグラフになります。はい、3の2ですね。四角形 ABCD が平行四辺形であることを証明しろという問題で、図がないので自分で書くんですが、平行四辺形になるっていうことなので、最初から平行四辺形の絵を描くと良いでしょう。そして、証明ですね。この黄色い三角形と青い三角形は底辺が共通、高さが共通、つまり AD と BC が平行。また、青と緑、今度こちらが底辺で高さも等しいということが言えるので、AB 平行 DC、したがって2組の怒り役、向かい合う2組が平行なので平行四辺形ですということで、答えはこの部分ですね。 AB 平行 DC と入ります。4の1ですね。二等辺三角形を利用するというタイプの問題ですね。こことここが等しいといったことで44、44、こことここが等しいといったことで、頂角が44度の、二等辺三角形の底角は68、68。そしてあとはですね、三角形の内角と外角の関係ですね。
こことここを足すとここっていうのを利用すると一番便利です。68-44 で24度となります。括弧に弧 BC に対する中心角が152度、同じ弧に対する円周角はこれの半分で76、76。そして、次、先ほどと一緒ですね、内角と外角の関係、こことここを足すと76なんですね。したがってここは21度で、あとはこの三角形の内角の方は180度ですから、180から2つ引いて83度となります。はい、4-3、円錐の体積を求めなさいということですが、まずこれですね、組み立てるとこんな感じ。5線×中心角は半径 ×360、 覚えてください。そうすると 5×216 は R、 半径 R ですね、 ×360、 これを解くと R が3と、ということはここが3です。で、ここは5です。三平方の定理でこの高さを出すのですが、高校入試で一番よく出る直角三角形の三平の比は3対4対5です。覚えておいてください。2番目は5対12対13です。これもよく出ます。したがって高さ4、底面積サザンが 9π かける高さかける3分の1、数字が3分の1ね。で、答えは 12π 立方センチということになります。はい、4-4 です。まずここで、三角形 DBC が正三角形、三角形 ABC が直角等円三角形というのを利用するんですが、正三角形半分にすると1対2対ルート3から、直角二等辺三角形というのは正方形の半分なんですけれども、1対1対ルート2と、この三辺の比は暗記事項です。それを使って、三角形ADB の面積を求めよう。ただし答えは混合をつけたままでよい、答えにルートがつきますという説明ですね。その時にまずは、ここに1本補助線を入れます。ここに入れるとどういうことが、起きるかというと、正三角形で60度、直角二等辺三角形で90度でしたから、ここ30度です。ここが垂線なので90度。そうすると1対2対ルート3、しかもここはそのまま2だっていうふうに書いてありましたから、2センチ、1センチ、ルート3センチということになります。次、この三角形ですね、これが今度何かというと、45度、45度、90度、直角二等辺三角形で、ここ1ですから1、1と、ここはルート2ですけど使いません。そうすると次、戻りますね。この三辺は正三角形で同じ長さです。それから BC と CA は直角二等辺三角形で同じ長さです。したがってこの三辺とこれとこれ一緒ですから、ここに二等辺三角形ができます。この二等辺三角形の一辺の長さは1プラスルート3で、ここは2ですから、この A の部分1プラスルート3、1プラスルート3引く2ということで、ルート3マイナス1という長さになります。次、こちらをちょっと見てください。求めるのはこの赤い三角形です。で、この赤い三角形の面積と青い三角形の面積というのは、2つは不交定辺として見ると面積比は高さの比で決まります。ルート 3-1 対2という関係です。青い三角形の面積は底辺1プラスルート3、高さも1プラスルート3かける2分の1で2プラス、ルート3という面積です。したがって、赤対青、ルート3-1対、2ですね、はこの面積 x 対、青い三角形が2プラスルート3、内項の積イコール外項の積で計算すると 2x イコールこれかけるこれ、ここ計算すると1プラスルート3になりますので、両辺2で割って、2分の1プラスルート3平方センチと、答えにルートがつきますよって書いてあってもちょっと不安な答えですね。
4の5です、まずここのですね B と E をつなぐ補助線を書くところから始まるんですけども、これ何を書いたかっていうと、三角形 ABD は6センチ6センチで、これ二等辺三角形なんですね。はい、二等辺三角形の頂角の二等分線は底辺を垂直に二等分する、頂角の二等分線は底辺を垂直に二等分する、こことここをつなぐと二等辺三角形で底辺が二等分されてますから、ここが90度になると、これが一番大切なポイント。はい、こちらきます。そうすると三角形 ABE は直角三角形、三角形 BCE も直角三角形ということで、三角形 ABE、 赤い三角形について考えると BE の2乗プラス X の2乗は6の2乗、BE の2乗はと書くと36マイナス X の2乗、同様に、三角形 BCE は、BE の2乗プラス X プラス6の2�乗イコール10の2乗、 BE の2乗イコールと置き換えると、10の2乗100マイナス X プラス6の2乗、どちらも BE の2乗イコールですので、これイコールこれ解くと X は3分の7センチとなります。はい、最後ですね、 BG は AF の何倍かということで、まず BC の長さと AF の長さを出さなければいけないわけですが、まず、こちらここに、これと平行な線を補助線として入れます。そうするとここに相似ができます。こことここは等しかったので1対2の相似ですね、中点連結定理になっています。そうすると、6センチを半分にしてますから3、相似比1対2の中点連結定理になっているので、ここは6ですね、6の半分でここが3ということが分かります。まずここ3センチ、続いて、この赤い部分を見ますが、2分の9から3を引きますから、ここ2分の3です。ということは2分の3、2分の3、この赤い三角形ですね、ここですね、1対1の相似、つまり合同なんですね。合同ですから、ここが3で、ここも3、BG の長さは3、3は AF、AF はこれ、6センチを、1対3に分けた3の方、2分の9ですね、2分の9の何倍か、3割2分の9で3分の2倍ということになります。